エーミー・マディソンは、バフィ、ー、恋する十字架に登場する架空の人物、エリザベス・アン・アレンが演じた、魔女。第6シーズン以降では、かなり強力な力を持つ。第3話から登場する、ウィローの友人。魔女である母親に体を乗っ取られるが、バフィーたちに助けられる。第2シーズンからは魔女になって登場する。ザンダーの依頼で、コーディリアに、 恋の魔法をかけるが、思わぬ事態を招く。コーディリアは、ザンダーの愛で守られたが、コーディリア以外の女性がザンダーを追い回す。この時、ザンダーをめぐって、バフィーと喧嘩し、彼女をネズミに変えてしまう。だが、ジャイルズの説得で魔法を解き、バフィーを元に戻す。第3シーズンで魔女狩りに会い、ネズミに変身しみを守る。しかし、人間に戻す魔法を誰も知らなかったため、 ペットとして、ウィローに飼われる羽目になる。第6シーズンで魔力をパワーアップしたウィローによってネズミから人間の姿に戻る。パラと別れたウィローに魔術の指導をするが、このことが後にエビル・ウィローを生み出す原因になる。第7シーズンでは、ウィローをウォーレンに変える魔法をかける。コミック版では悪役の一人として登場、バフィーたちと対決することになる。ありがとうございます。